皆さんこんにちは。健康推進課の福田です。今回の伊賀人間健康プロジェクトはみんなで人間体操と題して、去年2月に放送した人間体操のコツ第2弾をお送りします。みんなで人間体操をより効果的に行うコツを学んでいきましょう。解説は伊賀市健康づくり出前講座町の講師として活動されている人間体操普及会の吉本としみさん、そして体操はあけぼの学園高等学校で人間体操に取り組んでいる生徒の皆さんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉本さん、はい、今回人間体操のコツを教えていただくんですが、この人間体操は忍者の動きと精神を取り入れた体操でしたよね。はい、その通りです。深呼吸の日輪、足腰強化のグッドパー、体を動かす能力である高知性の手拍子、ひねり捻転の頭印、一本橋と横走り、バランスの忍者ポーズ、この6つの動きからできています。去年は日輪、グッドパー、一本橋と横走り、忍者ポーズ、この4つの動きを教えていただきました。はい、今回は残りの2つ、手拍子と頭印について、体操のポイントと期待できる効果を詳しく紹介します。それではあけぼの学園高等学校の皆さんと一緒にやっていきましょう。おお。最初は手拍子です。手をリズミカルに動かすことで体を巧みに動かす能力を向上させる効果が期待できます。この動きですね。では一つ一つ見ていきましょう。両手でトントンと太ももを叩き、パンパンと胸の前で拍手をします。再度両手でトントンと太ももを叩きます。その後両手をグーにして手首を体の前で交差させます。この時両肘は伸ばします。両肘を緩め、手前に手首を重ねたまま返して、くるっと手のひらを広げパーにします。この時手のひらは前正面に向くようにします。次にもう一度手首を重ねたまま軽く手を握り、手前に返してくるっと手のひらを広げパーにします。この時手のひらは前正面に向くようにします。最後に両腕を大きく回して深呼吸をします。動きのポイントです。トントンパンパンはリズミカルに行いましょう。グーで腕を交差するときは右腕と左腕は少し離しましょう。手首を回して返す前に両肘を緩めましょう。深呼吸は気持ちよく行いましょう。皆さんどうですか？できましたか？では次に頭印です。腰を大きくひねることで上半身の深部の筋肉と下半身の筋肉を柔軟にして筋力を高める効果が期待できます。頭印はこのような動きですね。こちらも一つ一つ見ていきましょう。手は人差し指と中指を立て、人差し指と中指はくっつけます。腕を上げて体の前で大きく十字を切ります。最初は右から行ってみましょうか。縦方向から横方向の順で3回十字を切ります。横方向に切るときに腰を大きくひねります。そして最後に1回体を正面に向けたまま小さく十字を切ります。反対の腕も
同様に大きく3回、小さく1回十字を切ります。動きのポイントです。刀を操るように素早く動かします。大きく十字を切るときは腕の力を入れる抜くの繰り返しで行います。腰をひねるときはひねる方向の足に重心を移していき、腰を大きくひねります。ひねるときの目線は十字を切る腕の指先を追いましょう。いかがですか？去年紹介した4つの動きと合わせて人間体操をより効果的に行ってみましょう。去年の動画は伊賀市公式 YouTube 忍者市チャンネルで配信しています。画面に提示されている二次元コードから見ることができますので、ぜひご覧ください。それでは忍忍体操の特徴や効果について、授業で忍忍体操に取り組んでいる曙学園高等学校の皆さんに教えてもらいましょう。まず忍忍体操の特徴を教えてください。元気の出る楽しい体操です。そして子どもから高齢者の方まで一緒に動くことができます。体全体ほぐし、関節の動きを広げ、足腰を丈夫にします。忍者五道の気、体の動きを取り入れています。忍忍体操はいつでもどこでも誰でもできて、忍者の動きやポーズがあるためとても楽しく行うことができます。では次に忍忍体操を継続して行うことで期待できる効果を教えてください。生活習慣病予防、運動習慣の定着化、生活の質の向上、健康意識の向上、転倒予防、バランスの保持、足腰強化、脳の活性化です。忍忍体操はこのように健康増進のためのさまざまな効果が期待できます。最後に授業で忍忍体操を行っている中で感想があれば教えてください。はい、授業で忍忍体操の一つ一つの動きを意識しながらやると、じわっと汗がかく良い運動になることが分かりました。音楽も爽快でとても楽しい運動ができます。吉本さん、曙学園高等学校の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？このように忍忍体操はどこでも誰でもできて楽しく健康増進が期待できます。動きのポイントを意識するとより効果的ですよ。それでは次回の伊賀忍忍健康プロジェクトもお楽しみに。